あと熱中症対策なんですけども、子どもたちを無料招待することなんですが、子どもたちの、まあ、特に熱中症に弱いということで、そのリスクをどう見積もって、そのガイドライン作成をどこまで進んでるんでしょうか。これも防災実施計画に熱中症対策、暑さ対策も、台風もそうですし、いろんな防災が、災害があるわけだから、まあ、そういったことも組み込まれるんだろうというふうには思います。内容的にはまだまあ、そう遠くない将来発表されると思います。すでに実測はされたんでしょうか、夢洲で の熱中症指数の。であと大林組と大阪ガスの共同研究で夢洲 AI 気象予測というのがあって、まあ、働いている人の熱中症指数の実測データがあると思うんですが、情報共有して、もうすでにそのガイドライン作成の準備をされているというようなことはあるんでしょうか。現在熱中症対策については防災実施計画でおいて、今定めている最中です。